2014年7月26日、長崎県佐世保市で起きた、佐世保女子高生殺害事件。罪のない少女の命が、無慈悲にも奪われた。犯人はなんと、15歳の女子高生。彼女は同級生の女子生徒を、一人で暮らしていたマンションの部屋に誘い出した。そしてハンマーで後頭部を殴ったのみならず、犬用のリードで首を絞め、殺害。さらにノコギリを使い、遺体を解体した。15歳の少女が同級生を殺害したという、異常な事件。犯人は子供時代から問題行動が多く、同級生の給食に薬品を混入させる事件を起こしたこともある。逮捕された彼女は、体の中を見たかった。人を殺して、解体してみたかった、などと供述した。自分勝手な動機は、決して許されることではない。凶悪事件を起こした犯人だが、未成年だったことで、裁判所は医療少年院に送る決定をした。この判断には、批判の声が相次いだ。彼女はなぜ、このような残酷な性格になってしまったのか。彼女の狂気を止められる人はいなかったのか。なぜこのような事件が起きてしまったのか。一緒に紐解いていこう。事件が起きたのは、2014年7月26日。事件現場は、長崎県佐世保市だぜ。自然豊かな、綺麗なところって印象があるよ。日本一広いテーマパーク、ハウステンボスも有名だな。一度は行ってみたいね。ところがそんな素敵な街で、突然として悲劇は起きてしまうんだぜ。一体何があったんだろう。まず15歳の女子高生である A さんが、友達が一人暮らしをしていたマンションの部屋に遊びに行ったんだ。だが彼女は、翌日になっても帰ってこなかったんだぜ。それは心配だね。A さんは無事だったのかな。帰らないことを心配した両親が捜索願いを出したことで、彼女が遊びに行ったマンションの部屋を警察官が訪れたんだ。すると、頭と左手首が切断された状態の A さんの遺体が発見されたんだぜ。何それヤバすぎるよ。一体誰がそんなことをしたの。彼女が会いに行った、同じく15歳の女子高生である M だぜ。そんなに若い子がこんな残酷な事件を起こしたんだ。M さんは恨まれてたの？恨みなんてないどころか、二人は友達だったんだ。衝撃的な犯行動機に驚くと思うから、ぜひ最後まで見ていってくれよな。友達を殺害するなんて、M は一体どんな家庭で育ったんだろう。まず彼女の父親は、スピードスケートの選手でありながら、かなり有能な弁護士でもあったんだ。そして母親は放送局で働きながら、市の教育委員を務めていたんだぜ。両親ともにすごい人だね。今まで紹介してくれたヤバい人たちは、家庭仲が悪いことが多かったけど、M はどうだったの？彼女は愛されて育っていたようだな。だが学校でも突然泣き出し、大声を上げるなど、精神的に不安定だったんだ。あらら、それなら学校でいじめられたりしてたのかな。むしろ逆だな。M が小学6年生だった、2010年12月のある日、彼女は気に入らない同級生の女の子の給食に、薄めた洗剤や漂白剤だけじゃなく、油性の汚れを落とす時などに使う、ベンジンという薬品などを混入させたんだ。何それヤバすぎる。しかも同じ女子生徒に、4回もこういった薬品を混入させたんだぜ。そんなに、1回やった時点で大問題だと思うんだけど。被害者はおとなしい性格だったのか、誰にも言わなかったんだ。そして次に M は、男子生徒の給食に薬品を混入させたんだぜ。その男子生徒は誰かに言ったの？担任に報告しているな。すると教育委員会が調査に乗り出し、M がやったことは全て明らかになったんだ。ここで判明してまだよかったよ。殺人未遂に近いと思うし、裁判とかになったのかな。彼女の母親が被害者の両親に土下座したことで、裁判などにはならなかったようだな。こんな事件を起こしても娘を愛してたんだね。だが M はクラスで孤立し、不登校気味になるんだぜ。何されるかわからないし、周りは関わりたくないと思って当然だよ。そんな M だが母親が教育熱心だったことで、成績はかなり良かったんだ。そして名門中学校に進学したんだぜ。かなり意外だよ。中学校には通ってたの？おそらく彼女の過去を知る人がいなかったんだろうな。中学校にはちゃんと通っていて、アナウンサーになるという夢を目指し、放送部に所属したんだぜ。夢もあったのに友達を殺害する事件を起こすんだ。ここで被害者となる A さんと出会い、お互いアニメが好きだったことで意気投合し、友達になるんだ。A さんにとっては最悪の出会いだね。友達もいたなら、M は問題を起こしてなかったの？小学生時代のように、同級生にひどいことをすることはなかったようだな。だが猫を殺し、解剖するようになるんだ。そんなこともしてたんだ。両親はそれを知ってたのかな？母親はなんとなく察していたようだな。そんな娘を止めるためなのか。中学卒業後は海外留学させようと考えていたそうだぜ。
だがそんな母親は、M が中学3年生の時に病気で亡くなってしまうんだぜ。M の問題行動のせいで病気になったのかな。その可能性もあるな。ここから彼女は不安定になり、不登校になるんだ。さらに父親が婚活パーティーで知り合った女性と交際したり、毎晩のように繁華街で遊び出したことで、父娘の仲も悪化するんだぜ。お父さんは奥さんが亡くなって寂しかったのかな。その寂しさと悲しさを紛らわせるためだろうな。だが M にとってそんな行動は、母親に対する裏切りに感じたんだ。そして父親は娘が海外で問題を起こすことを恐れ、海外留学の話をなかったことにしたんだが、M に恨まれることになるんだぜ。彼女が小学生の時にやったことを考えたら、その判断をするのも当たり前だよ。M はそう思わず、驚くべき行動を取るんだ。何をしたんだろう。中学を卒業する直前である、2014年3月。M は寝ている父親の頭に、金属バットを振り下ろしたんだぜ。親にそんなことをするなんて信じられない。お父さんは無事だったの。頭蓋骨が陥没骨折し、入院することになったんだが、命に別状はないな。頭蓋骨が陥没って、思いっきり振り下ろしたんだね。死んでもいいと思っていたんだろうな。そして同じ家で寝ていると命の危険がある、と医師に助言された父親は、娘をマンションで一人暮らしさせたんだ。また寝ている隙に殴られたり、それ以上のことをされるかもしれないもんね。高校に進学したのかな？進学しているんだが3日間のみ出席し、不登校になるんだぜ。そして2014年5月、父親が再婚するんだ。お父さんだけじゃなく、再婚相手のことも心配になってくるよ。M は義母と会話している中で、人を殺したい欲求があることを打ち明けているんだぜ。考えを話せる程度には仲が良かったようだな。内容が物騒すぎるけどね。そして2014年7月22日、両親は娘の人を殺したいという欲求を、M が通っていた精神科の医者に伝えたんだぜ。お医者さんはどうしたの？今日は時間がない、として、まともに対応しなかったんだ。善意ではなく商売なのはわかるけど、内容が内容だけにちゃんと対応してほしかったよ。本当にな。ここから2日後である、7月25日、両親は娘を入院させたいと考え、病院と話し合いが行われたんだ。よっぽど危険だと感じたんだね。だが施設の事情で即日の入院ができない、などと病院に言われ、入院できなかったんだぜ。すでに入院している患者さんもいるだろうし、難しい問題だよね。あれ？病院との話し合いが2014年7月25日で、事件が起きたのって確か。翌日である、7月26日だな。だよね。入院できてたら事件は起きなかったのかな。少なくとも、ここで A さんが亡くなることはなかったはずだぜ。だが後に殺されたり、別の人が被害に遭っていた可能性は十分にあるな。入院して性格や思考が変わるとは限らないもんね。事件はどんな感じに起きてしまったの？まず7月26日の15時頃、A さんが M の家に遊びに行く、と両親に告げ、外出するんだ。そして合流した二人は M が住んでいたマンションの部屋で、しばらく友達として楽しく過ごすんだぜ。いきなり行動に移したわけじゃないんだね。そして20時から22時の間に M はハンマーを取り出し、A さんの後頭部を殴りつけるんだ。その後、犬用のリードで締め殺すんだぜ。その時の A さんの恐怖と絶望を考えたら、涙が止まらないよ。さらに M はノコギリを使い、遺体となった A さんの首と左手首を切断するんだ。そして腹部を切り開いてもいるんだぜ。そんなことまでするなんて異常すぎるね。M は逃げたのかな？なぜかマンションの入り口付近にいるな。そして A さんの両親が出した捜索願いにより駆けつけた警察官に、最初は知らないと答えていたんだが、やがて容疑を認めたことで逮捕されるんだ。認めはしたんだね。どうしてこんなことをしたんだろう。逮捕された彼女は、体の中を見たかった、人を殺して、解体してみたかった、と供述しているぜ。猫だけじゃ我慢できなくなったんだ。そういうことだろうな。裁判はどうなったの？犯人である M が未成年だったから、家庭裁判所で行われたんだ。そして彼女の精神鑑定が行われた結果、自閉症だと判明したんだぜ。強いこだわりがあったり、人と関わるのが苦手だったりするんだっけ。まさか自閉症だから責任能力がないとなったり。そうはならず、医療機関は刑事責任能力があると判断しているな。だが M が15歳だったことで、裁判所は医療少年院に送る決定をしたんだぜ。15歳だと善悪の判断はつく年齢だと思うし、責任能力があるとなったのにそうなるんだね。この裁判所の決定には、やはり批判の声も多かったようだな。だが刑務所に入れた場合、社会復帰が困難になったり、精神的なケアができないといった理由から、この判断は正しいという声もあるんだ。
確かに出所後に事件を起こす可能性を考えたら、絶対に間違った判断だとは言えないね。視聴者の皆さんはどう感じたか、教えてくれると嬉しいよ。コメント待ってるぜ。M は今も医療少年院にいるの？詳しい時期は判明していないが、2024年に出所すると考えられているな。つまりもう出所しているかもしれないんだ。そういうことだぜ。彼女がやったことを考えたら怖すぎるんだけど、反省はしてるのかな？弁護団によると、自分の責任や罪を背負う厳しさを感じるようになっていて、A さんの命日には、遺族に謝罪文を書いているようだな。パフォーマンスじゃなく、本当に反省してることを祈るよ。出所後はお父さんと暮らすのかな？それが彼女の父親は、事件から約40日後である、2014年10月5日に自宅で首を吊り、自らの命を絶っているんだ。そうなんだ。M だけじゃなく、父親に対する世間からのバッシングも大きかったから、それが原因なんじゃないか、と言われているな。この事件でお父さんを叩くのは違う気がするよ。あくまで悪いのは M だよね。父親がこんな事件を起こすような性格に娘を育てたから、A さんは亡くなってしまった、と考える人もいるわけだぜ。なんだか複雑な気持ちだよ。じゃあ今回は、佐世保女子高生殺害事件について解説してみたぜ。かなり衝撃的な事件だね。お父さんのせいだと考えてる人もいるみたいだけど、A の生い立ちを考えたら、生まれつきヤバい性格だったのかな？少しは環境的な要因もあったと思うが、生まれつきの部分が大きいんじゃないか、と私は考えているな。彼女は自閉症と診断されたと言ってたし、私もそんな気がするよ。だが母親が亡くなったことで、母親が生きている A に憎悪を抱いた、と言ったように、母親の死が犯行のきっかけになったと考えている人もいるし、父親の再婚が早かったことで大きなストレスを受け、それが原因なのでは、という意見もあるんだ。いろいろな考えがあるんだね。視聴者の皆さんはどう感じたか、よかったら教えてくれよな。コメント待ってるよ。ということでこのチャンネルでは、世の中のヤバい人物や事件について解説していくぜ。この動画は事件、犯人の背景経緯を知り、今後このような被害に遭わないために役立てていただけたら幸いだぜ。最後まで、ご視聴ありがとうございました。